こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿も新しいシリーズが始まりまして、私も実は今ねちょっと出張で、宇宙の方に来てるんですよ。で今日はですね、一時的になんですけども、銀河帝国っていうところに、所属しまして、それ傭兵としてね働くことになってます。今日はですね、億万長者合宿のテーマは、人というテーマでお送りしたいと思います。この人というテーマなんですけども、私たちが暮らしているこの地球、そして宇宙にはいろんな生命体がいるんですけども、私たちが人、つまり人間として生きている以上、やっぱり一番のこう好奇心っていうのは人に対して向けられるんじゃないかなと思うんですよ。例えば人口減少、人口爆発、どちらもちょっと不安を煽る言葉ですよね。結局人って多ければ多いほどいいんでしょうか、それとも少なければ少ないほどいいんでしょうか。何とも言えないですけども、この地球とか宇宙っていうキャパシティを考えた時に、ある程度のという曖昧な言葉になるんじゃないかなと思います。つまり少なすぎても成り立たないし、多すぎても成り立たない、そんな感じじゃないかなと思います。まさしく今これからこの日本が迎える将来像っていうのは、少子高齢化によって人口が減るってことをすごく懸念されています。人口が減るとあらゆる産業に携わる人が減り、生産力が減り、そして消費力も減りますんで、当然 GDP という全体の経済の流れっていうのもちっちゃくなっちゃうんですよね。でもこう考えてはいかがでしょうか。 GDP が500兆だとしても、一つ一つの単価や労働生産性、こちらの方に改善がされれば、少ない人数で GDP1000 兆円っていうのを作ることは可能なんじゃないかなと思うんですよ。で昔から考えていくとね、国家予算っていうのはだん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 上がってきました。日本のみならず地球全体の経済力っていうのもどんどん上がってきましたよね。いくらなのか想像もつかないですけども、きっとですね、人類がものすごく少なかった数億人の時から比べて、今75億人から80億人になると言われているこの地球上では、数々の経済が動いていると思うんですよ。で全ての人がこの経済という問題からは切り離せられないんじゃないかなと思いますよね。で生産するにしても消費するにしても、それは多くは人が介在して行われると思うんですよ。でこれをね、一つの見方としてビジネスっていうふうに切ることができるんじゃないかなと思いますよね。つまりビジネスによって人は何かを生産して、ビジネスによって人は何かを消費していく、その繰り返しがビジネスだと思うんですよね。その一つを切ってみると、実はですね、戦争もビジネスと言えるんですよ。非常に怖いことですけども、戦争に行けば当然こういった制服も必要ですし、いろんなIT 機器、こういうのもいるでしょう。軍艦が飛べば軍艦の製造工もいりますし、整備士も給料がなければ働けません。なんせ戦闘が起きてなくても、軍事力を維持するだけでも相当なお金や食料品や衣類でいろんなリソースがいるわけですよね。当然資源もインフラも整えなければなりません。つまり何をやっていても人っていうのはお金がかかるんですよ。だからお金の問題を解決しなければ、それこそね、誰かの国から略奪してこようとかね、どっかの星から持ってこようみたいな、まるでバイキングみたいな発想になっちゃうんですよね。バイキングってのは自分たちで何かを生産することはありません。どっかの民が作ったものや取ってきたものや蓄えた財産を奪ってくるのが仕事なんですよ。ですんで航海術が優れて、遠くの海の向こうに行ってね、そっからいろんな人から略奪してくる、人を取ってくる、奴隷化する、なんなら家畜を持ってくる、人間ですら家畜化する、そんなことが行われていたんですが、遥か彼方遠くにいる人のことですから、どうなろうと知ったことじゃないですよね。その代わり自分の家族や身内が責められたら、ものすごく怒りとね、悲しみでリベンジに向かうという、こんなね、身勝手な構想から始まったのが人類の文化なんですよ。そのうちに今21世紀に入って共存共栄という言葉が出てきました。いろんな人と奪い合うんではなくて、分け合うことによってですね、シェアすることによってなんとかうまくやっていきましょうっていう文化です。ただ残念ながらこれは地上全てに行き渡ってるわけではありません。私たち先進国がシェアする反面、奪い合う世界が残ってるのも事実です。例えばコンゴやルワンダにおけるレアメタルですね。スマートフォンの中、パソコンの中に入っているレアメタルっていうのは非常に採掘が難しい希少鉱石と言われています。でそれはどこでも貸しても取れるわけではなくて、
まあ、実はね、アフリカのルワンダですとかコンゴに多く眠ってるんですよ。じゃあ先進国のビジネスマンがルワンダやコンゴの鉱物資源を取ってくるように依頼しますよね。依頼を受けた人は鉱物を持っていけばお金になるんで一生懸命鉱物を探します。で、そういった人が一人ならいいんですけども、複数の会社や複数の人にまたがってるわけですよ。そうすると一定の地区に蓄えられたその鉱脈もしくはレアメタルをですね、取り合う形になっちゃいます。じゃんけんで取り合えればいいんですけども、取れなかった人はお給料にならずに死んじゃいますから、それこそ自分の命を守るために、この利権を取るためにそれこそね、命を懸けて文字通り戦うわけなんですよ。で、勝ち上がった人だけがその鉱物を持って帰ることができる、もしくは勝ち上がった人に加担した人がその分け前に預かることができるんですよね。つまり生き延びることができる。弱肉強食といえばそれまでなんですが、こういった悲しい現状を知らずに私たちはスマートフォンを使ってるっていう、そういう事実があるわけですよね。つまりスマートフォンを見てもたくさんの人の幸せや不幸や悲しみが見えてくるってことなんですよ。私たちはついついスマートフォンの向こうの文字盤ばかりに気を取られてしまいますけども、スマートフォンというハード機器、つまり物体ですよね。物体を作るまでにどんな人がどんなドラマを演じたのか、そしてそこに消えていった命はどんなものがあるのか、ちょっと想像するとですね、非常にたくさんの命に支えられて今日の平凡な一日が始まることを感じることができるんですね。だから余計思うんですよ。この不幸の連鎖をいきなり止めることは私たちにはできません。でもまずは自分が豊かになって、豊かになったお金で恵まれない人に寄付をしたり援助したりするというルートはそんなに回り道じゃないと思うんですよね。で、私自身も今日のテーマは人ですけども、実はですね、孤児とかみなしごとか学校で教育を受けられない、そういった子どもたちに支援をするためのプロジェクトに参加してるんですよ。そこにお金を送ると、なんとですね、私が送った1万円のお金はある国では1年間の教育費用になるそうなんですよ。つまり学校のコスト1年分です。1人の生徒が学校に通えちゃうんですよ、たった1万円で。私はですね、今2人の子供を毎年支援するために送金してますけども、ゆくゆくは毎年100万円送ることによって100人のそういったお父さんお母さんのいない、もしくはいても収入がなくて学校に通えない人たちの支援になればなと思ってるんですよ。もちろんこんな気休めは世界を変えるためにはあまりにも力不足です。でも私の力の及ぶ範囲ってのは、まあこのぐらいがせいぜいだってことなんですよね。それでもやらないよりは随分マシだと思います。なぜならこれをやらないことによって、結局教育がなければ、知識がなければ、情報がなければ、腕力で奪う世界っていうのが変わらないと思ってるからなんですよ。で、今日のテーマはね、人ということでお送りしましたけども、どのように感じたでしょうか。それじゃあ億万長者合宿、新しいシリーズ始まりますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。